防衛予算2倍にするんでしょから予算を倍にするのに何に使うかってビジョンがあまりにないから。うん、もうこの国。まトマホークは買うみたいですけどね。武器買うだけですよね、うん。トマホーク買って、空母作って、うん、ぐらいは決まってますけどね。うん、あと離島に。いや僕ね、すごく不思議に思うのは、はい、核戦争を想定しているのであればですよ。うん、まあ、まあ本当は想定してないんじゃないかと僕は疑ってるんですけど、うん、皇居であれさ、 国会であれさ、はい、全くあの、核シェルターがないんですよ。ないんですかないらしいです。僕ね、これは絶対、影。市川にはあるんでしょうーん、まあそこはあるんでしょうけど、僕一応、どうせ自分らだけ逃げ場所を用意してんだろうと疑ってですね、うん、で森本敏さんって、エンジンに一緒にやってる人に聞いた、まあ彼は防衛大臣までやってるから、はい、聞いたらやっぱりないっていうのえね。えー、<で>なんで作んないんですかいや、だからもう絶対、 核戦争なんて結構ないって本当は思っていて、うん、それでお付き合いで武器買ってるだけなんだろうなっていうふうなのが私の見立てなんですけどね、うんうん。こんな状況、うん、安全保障アメリカと安全保障条約を結ぶだけで、<っ>とんでもない反対運動が起きた国なわけじゃないですか。まあ、1960年代とか。年代ね、なのにもかかわらず、ここまでギリギリのところを攻めて、あと一歩で核兵器持てるぐらいのところまで武装してるっていうのは、それはそれで、 頑張ったんだと思い,ますよいや、これはね、うん、右翼の人たちは怒るかもしれないけど、うん、日米安保条約以上に、うん、僕はあの、憲法第9条というのが意味があったと思いますよ。うん、やっぱり、その、専守防衛だって、建前であれ、なんであれ、うんうん、一応、その、ほら、まああの、いわゆる憲法をずっと変えてこなかったから、うん、だから武器をいくら増やしてもさ、うん あんまり周りの国に文句言われないで済んでたんじゃないかなっていうのが私のそういうところですか。うん。うんなるほど。つまり、これね、もっと前からさ、はい、先制攻撃するぞとかさ、あ,<ー>あんなわけのわかんない法律作ったり、憲法変えてたりすればさ、あ<ー>やっぱり武器増やそうとするたんびにさ、はい、中国なり韓国なり周りの国がガンガン文句言ってきてさ、はい、それ面倒くさいことい。どうなんですか、その中、中国ってね、僕はその歴史的、歴史はやっぱり、 調べないとその本当の本質って分かんないと思うんですけど中国って漢民族が支配してる限り、うん、その侵略ってあんまりしないじゃないですかいやおっしゃる通りなんですよこれに気が付いてる人がすごい少なくて、うん、要するに少しでも国をでかくしようとしてたっていうのは蒙古民族の時と満州民族の時だけなんですね。うんうん、で漢民族の人たちちってどちらかとというと 蒙古が国を作ろうが満州族が国を作ろうが中国人に化していくんですよねそれで漢民族的な文化に染めてしまうっていう感じなので要するに中国って国っていうのはやっぱり中国って名前の通りで自分たちが中心になれる国を作りたいだけの話で別に領土的な欲望というのがそれほど大きくないような気が。 いや、僕もそう思うんですよ。だからその、領土的野心は、僕はそんなにないと思っていて、逆に、彼らは、その中国のメインランドを、とにかく、その、収めたい。今の体制のまま、収めていきたい、と思っているだけであって、ただ、やっぱ大陸で地続きなんで、常に、そのモンゴルから攻められたり、女神職攻められたり、のリスクがあるから、 その、周りをある程度固めておきたいっていうのはあるし、うんうん、ま、実際それで侵略されて、ね、うん、あの、<や>原王調だっひどい,い,、ね、い目にあったりとかし,してる部分もあるので、まあ、それだけなのかなって、特に日本に関して言うと、うん、まあ、あまりにもコスト高いですよね、日本を侵略するっていうコストは。いや,い,やいや、おっしゃるとおりですよ。だから、うん、本当にそのコストも高いし、うん、そもそもなんだ 中国人的な発想でいけばですね、うん、日本を戦争で勝つよりは、うん、日本の土地を好きなだけっていうか、うん、日本の土地とか会社をバカバカ買っていく方が、うん、要するに中国ってのは周りの国をその自分たちの言い,なり、ね、言いなりにするとか、まあ、中国化する。そうそうそう。徴工外交なやつですね。 いや、もうその通りだと思いますよ。で、それを、そのプライド、まあでも、それプライドの話じゃないですか。うんうん、はっきり言って、だから、ずっとね、うん、その、義手和人伝の頃は、普通に朝候してたわけじゃないですか。貢、うん、着物持ってったら、そ,ね、それの倍返しみたいな<う>感じで。あっちの方が得だった。金銀、そうそうそう、金銀財宝もらえてみたいな。うん、でも、ね、あの、聖徳太子の時代に、うん いや、うちは独立国家だから頑張ってやるんだ、みたいな感じで、すっ返すわけですけど、<laughs> うん、で、またでもね、足利義満の時代には戻って、チョコやりますってなって、<laughs> そ,ね、それの繰り返しじゃないですか、まあ、基本的に。ね、だから、まあ僕は、まあどっちでもいいと思うんですけど、まあ右翼的に言うと、それはプライドの問題だから、うん、日本独立国家なんだから、うん、みたいな。いや、だからそのプライドのせいでさ、まあわかんないですよ。うん、まあ結局、 教育レベルを下げるだとかさ、うんうん、いろんなことをやってるうちに少なくとも円の価値がどんどん下がってってるわけじゃないですか。うん、そしただもう中国の方からするとさ、結局軍事的にやんなくても勝手に日本がヘマやってくれるから日本買いやすくなってるよねっていう感じになってるんじゃないかなってついつい言、うん、あでもその通りだと思いますよ。もうだってニセコなんか行くとすごいですもんね。<laughs> そうかい、ね、ニセコとか白馬とか。 あと、沖縄とか。いや、もう、テレビ見てびっくりしたんだけど、一昨おとといか先おとといか、なんかテレビの番組でやったら、札幌の中心地よりニセコの方が土地が高いんです高いですね。はい。もうニセコの一番、その平ラっていう地区の、一番、あの、聖光マートの前あたりなんですけど、すごいローカルの話をすると、銀座並みですね。友達の家が、そこで、その、そこでペンションやってるんですけど、もう、資産価値何十億。うんでしょうね。いや、だってさ、 その札幌とかででかい家持ってる人なんかでもせいぜい知れてるだろうけどさ、まあ、銀座でもどこでもそうなの。ニセコとかってもともと土地持ってた連中って1万坪とか平気で持ってるだろうから、はい、すごい金になってる <laughs> あと、玄野を買ってる人もいますね。はあ で、何のために買ってるかって、どうやるために買ってるんですけど、俺、うん、オールニセコの土地持ってんぜ。ああ、なるほど。はい。なるほどだ。だから、いや、なんかそれを、まあ、ウィークの人たちなんかは結構それを誤解して、うん、日本の、あの、水脈が、山林が買われてるとかって言うんだけど、<laughs> いや、それ多分、ニセコの土地持ってるって、どうやるために買ってるだけですよっていう。<laughs> まあまあね。まあまあまあ、歴史的な経緯見ると多分そうなんだと思いますけど、まあ、ちょっと、それとは別で、僕、軍事予算を、その、<laughs> そ基礎科学研究とかに使えるようにしてほしいんですよね。うん、いや、いや、だから、まだその方が100倍増しじゃないですか。そ,<う>そんな外国からさ、はい、役に立たない武器がされるよりはさ、うん、まだ、だから、やっぱり、ほら、ここしばらく、本当に、教育予算も、まあ、実質減ってるし、 科学技術予算もかつてよりなんか2割か3割減ってるらしくて、今1兆切ってるとかなんか。ん全然、ね、全然お話にならないですよ。お話にならないでしょ、はい、それで、ね、お話にならないです。お話にならない間にさ、だって論文の数でついに韓国にまで抜かれちゃったわけですよ。はい、これもう、この危機的状況を右翼は騒がないんだよね。はい 実は私もあの産経新聞の正論メンバーってのに入っていて、はい。あ、そうなんですね。だから。正論メンバーってどうやって選ばれるんですかいや、勝手に向こうが選ぶんですよ。<ー><が>正論って社説ですよね。そうそうそう。あれをね。僕ね、社説に一回ボロクソに書かれたことある。いやいやいや、<laughs> ボロクソに。いやだって、僕がね、多分正論メンバーになったのが98年とか99年だから、ちょうど堀江さんが産経新聞社に非常に嫌われてた時期じゃないですか。そうです、そうです、すごいですよ。でね、 でもなった時期はまだねゆとり教育反対で学力低下ひどいよと韓国や台湾にもう学力で抜かれてるよっていのことを書いてたわけだけどさ今の日本の右翼ってさ学力問題をさ話題にしないんだよ。ああそうなんですねで学力問題話題にするとさやっぱりその安倍さんであれ岸田さんであれあの辺の人たちのことを絶対深刻化できないからさ。 なるべく学力には触れず、そ,ううそして武器を買いましょうっていう風になってるから、<ー>もう昔の右翼っていうのは少なくとも日本ももうちょいね、わかんないよ。わ、うん、かんないけど、まだ日本の学力が中国や台湾や、まあ、韓国に負けたらやばいな。